私の名前はパニコ。パニコ列車に勤めている26歳です。ここ最近、周りの友人や会社の同僚たちが次々と結婚していき、なんだか私も幸せをお裾分けしてもらったような気分で気持ちのいい日が続いています。会社で一番仲のいい先輩のミサトさんも実は妊娠中で、もうすぐ産休に入ってしまうんです。だからね、今のうちにたくさんお話を聞いておこうと思って、一緒にランチをすることが多いんだけど、私の同期のマリナという子がいっつも話の腰折りに割り込んでくるの。入社当時から私をライバル視している子なので、いくら私が歩み寄っても噛みつかれてしまうんですよね。パニちゃん、ぼーっとしてどうしたの？あ、すみません、そろそろマリナが来そうだななんて考えてました。ミサトさんと一緒に社食でランチをしている最中だというのに、毎日ずっかかりにやってくるマリナのことばかり気にしてしまい、思わずぼーっとしてしまいました。マリナちゃんだって仕事できて部長にも気に入られてるのにね。どうしてあんなにパニちゃんはライバル視してるんだろう。私もよくわからないんですよね。もう性格が合わないんだなって諦めてます。みんなにも言葉遣い荒いし、見てるこっちがハラハラしちゃう。そうなんですよ。私に当たるだけならまあ我慢はできますけど、他の人にも横暴な態度だから、そろそろ落ち着いてほしいもんです。何かきっかけがないと難しそうだよね。そうですね。ミサトさんとマリナの話をしていると、不意に私のスマホが鳴ったので画面に視線を運んだんですが、あれれ、彼からでしょう。口元が緩んでるわよ。なんでわかるんですか？実は私にも2年ほどお付き合いをしている4歳上のゆうまくんという彼氏がいるんです。ミサトさんには恋愛相談にも乗ってもらったことがあるので、何でもお見通しの様子。ちょうど彼も昼休憩に入ったらしく、 LINE が来たってだけなんだけど、私そんなに顔に出てたかな、恥ずかしい。私が産休から戻る頃には寿退社してたりして。いやいやいや、そうやってすぐ茶化さないでくださいよ。もし結婚しても会社を辞めないので心配しないでください。もうそんな話もしてるの？本当にそろそろ結婚かもね。いやー、それはどうでしょう。顔にやけてるわよ。もうミサトさんってばん。ミサトさんのお子さんに会えるのが待ち遠しくてにやけてるだけです。まあこんな感じでいつものように盛り上がっていると、忘れた頃に彼女がやってきました。あ、パニコが結婚？げ、出た。急に話に割って入ってきたこちらの女性が、さっき話した同期のマリナ。あんた彼氏なんていたんだ。もしかしてその待ち受けにしてる人？勝手にスマホ覗かないでよ。見えたんだから仕方なくない？それにしてもま、あんたの彼氏ブサイクね。地味でウケる。あ？なんつった？聞こえなかった？あんたの彼氏超ブサイクじゃんって言ったの。こうやってわざわざ私が怒るようなことも言ってくるの、ほんと性格悪い。失礼ね。そうやって人をけなしてばっかりいると周りに人がいなくなるよ。別にいいけど、仕事で結果出せばお給料はもらえるから生きていけるもん。あっそ、はいはい、そこまで。ふん。ミサトさんがいつものように私たちの仲裁に入ると、マリナはつまらなそうな顔をして去りました。マリナは部長のお気に入りなこともあって、あんな横暴な態度をとっていても強く注意できない人がほとんど。いつかマリナが自分の上司になるかもしれないなんて考えると、そりゃみんな強くは言えないよね。部長も部長で普段の態度や素行は後回し、結果さえ残していれば問題ないといった感じの人だから、もっと調子に乗ってるんだろうけど、いつか痛い目を見るだろうなと誰もが思っていました。こんな感じで顔を合わせるたびに突っかかってくるマリナをなんとかスルーしながら1週間が終わり、待ちに待った休日。実は今日は
彼氏のゆうまくんと私の両親とで一緒に夕飯を食べる約束をしているんです。もう何度もうちの両親とは会っていて、美味しいレストランを見つけるとすぐ両親を招待してくれるから、すっかり仲良しになってるのよね。両親は夕食の時間まで用事があると言っていたので、先にゆうまくんと合流してデートをしていました。ここの雑貨屋さん、パニコが好きそうなのいっぱいあるよ。ほんとだ、かわいい小物がいっぱい。時間あるし、ちょっと見ていこうか。賛成。こちらの男性が私の彼氏のゆうまくん。マリナはブサイクなんて失礼なこと言ってたけど、私にはイケメンにしか見えないし、性格だって本当に素敵なんだから。ゆうまくんはいつも周りをよく見ているので、小さなことにも気づいてくれるし、言い表せないくらい優しい人なんです。そんなことを考えながら買い物をしていると、休みの日に見たくない人ナンバーワンが目の前に現れました。あれ、パニコじゃん。うわ、何よその反応。休みの日にもあんたの顔見なきゃいけないなんて最悪。それはこっちも同じ気持ちだっつーの。するとちょっと離れたところにいたゆうまくんもやってきました。知り合いかい？ああ、うん。会社で同期のマリナ。こんにちは、マリナさん。挨拶をするユーマくんを、マリナは上から下まで舐め回すように見ています。そして、このもっさいオタクがパニコの彼氏？はあ？本人の前でそういうこと言う？いい加減にしなさいよ、マリナ。そういう態度、本当にどうにかした方がいいわよ。だいたいユーマくんは、はいはい、どうでもいい話は聞きたくありません。てか私忙しいから行くね。マサオとデート楽しんでね。マリナは手をひらひらと振ってどこかに行ってしまいました。あー、もうムカつく。すごい子だね。あー、なんかごめんね。いいって、気にしてないし。ありがとう、ユーマくん。美味しいもんいっぱい食べて忘れちゃおう。ああいう人はいつか痛い目見るから。こんな話をしていると両親との約束の時間が近づいてきたので、待ち合わせ場所に向かうことにしました。両親と顔を合わせるやいなや、パニカーには何かあったと感づかれてしまったようで問い詰められ、さっきの出来事を話すことにしたんです。失礼な女もいたもんだね。ゆうまくんはいい男だよ。私が保証するさ。ありがとうございます。ゆうまくんが眩しいぐらいかっこいいって証明してやったらいいんじゃないか。それはそうかもね。その女をギャフンと言わせてやろうじゃないか。いやー、わざわざ合わせるような機会は絶対来ないから、ばったり会うことはあるかもだけど。イメチェンしてみたらどうだい？コンタクトにしてみるとか。いいなそれ。あ、せっかくだしこの際やってみようかな。ゆうまくんまで話に乗らないでよ。結局は明るい雰囲気に変えてしまうのがパニケのいいところですね。私が落ち込んでいたのをみんなが察してくれたようで、わざとこんな話題を作って盛り上げてくれていたようです。みんなの思惑通り、マリナの話は忘れて、ゆうまくんのイメチェン大作戦の話で盛り上がったのでした。それから数日後、私が新しいプロジェクトの営業を任されたこともあって、会社には資料を取りに行くくらいしか顔を出さないほど外仕事が忙しくなっていました。今日は前々から取引のある会社にプロジェクトの説明をしに訪問したんです。しかしまさかのこんなところで、よりによってあいつも絡んでくるとはね。なんでパニコがいんのよ。取引先の受付に並んでいると、後ろからマリナが話しかけてきたんです。なんでって、仕事に決まってるでしょ。私も広報の資料を届けに来たんだよね。そう、まさか仕事の取引先でまで会うなんて最悪。できるだけ会話をしたくなかったので冷たくあしらいますが、マリナは必要以上に話しかけてきます。さっきここの社員の子たちが話してたんだけど、社長がかなりのイケメンらしいわよ。何回か資料届けに来てるけど、社長は見たことないのよね。そう、私にはイケメン社長クラスの彼氏がぴったりだと思うの。あんたのモサオ彼氏と違ってさ。わざわざそうやって私を下げないと気が済まないのかしらね。
取引先には仕事できてるのに、いつまでくだらない話で絡んでくるんだか。同類だと思われたくないんだけどな。イケメン社長と会えたらデートに誘っちゃおっかな。私クラスならいけるっしょ。さあね。その自信はどこから？全力でマリナを鬱陶しく思っていると、取引先の社員がざわつき始めました。お疲れ様です社長。そう声がする方に視点をやると、社長がこちらに近づいてきたんです。えっ、やば、本当にイケメンじゃん。マリナは目をキラキラさせて社長に歩み寄っていきました。そして、社長さんですか？お初にお目にかかります。私パニコレ社広報部エースのマリナって言います。とってもイケメンですね。人がいっぱいいる取引先の受付エントランスで大きな声を出して社長を堂々と口説こうとしているマリナに、周りの視線が集まります。はじめましてじゃないですよ。僕のこと覚えてないんですか？え、どこかでお会いしましたっけ？それって口説き文句だったりして。いやいや、僕のこともっさいオタクだって笑ってたじゃないですか。もう皆さんはお分かりですよね。こちらのイケメン社長、私の彼氏のゆうまくんなんです。マリナはまだ気づいてないみたいね。そんな失礼なこと私が言うわけないじゃないですか。誤解を解くためにも、今度私とデートしません？ゆうまくんとは仕事で出会ったわけではなく、知り合いの紹介だったのですが、たまたま取引先の社長だったのよね。ゆうまくんとのデートでばったり会った時にこのことを教えてあげようとしたんだけど、話を遮られちゃったから言えなかったのよね。まさかこんなところでまた顔を合わせることになるとは、ゆうまくんも思ってなかっただろうな。この間のイメチェン大作戦の話し合い以来、本当に実践してみたらしく、会社でも噂になるくらいにイケメン度が増しています。私はメガネ男子なゆうまくんも好きですけどね。デート？僕には大切な人がいるので無理ですね。それにその大切な人にひどい態度をとっているようなあなたとはもっと無理です。え、あ、どういうことですか？さっきから何を言って。マリナ、本当にわかんないの？話に入ってこないでよ。あんたには関係ないでしょ。それはどうかな。私こちらの社長とお付き合いしてるんだよね。は？あんた二股してんの？違うわよ。こないだマリナがモサオって言った人もこちらの社長さんも同一人物よ。え？え？あ、え？え？そんなことより、うちの社員があなたから嫌がらせを受けていると報告があったので、お話を聞かせてもらいたくて来たんです。え？何のことでしょう？詳しくは会議室を取ってあるのでそちらで。え、ちょっと待ってよ。私仕事中なんだけど。会社に連絡して。その仕事中に取引先の社長を口説こうなんてどうかしてるわね。パニーコ、この人に何とか言ってよ。いや、素直に言った方がいいと思うよ。会議室でパニコレ社の人事の方も待ってるので早くしてください。は？ゆうまくんがそう言うと、付き人っぽい人がマリナを誘導して連れて行ってしまいました。驚かせてごめんね。詳しくは後で連絡するから。うん。いつもの優しい表情に戻ったゆうまくんがそう言ったので、あとはお任せすることにして、私は仕事に戻ったのでした。その後、ゆうまくんから聞いた話では、マリナは他の会社の社員にも横暴な態度をとっていたようで、嫌がらせじみた行為も確認されたんだそう。それを知ったゆうまくんがうちの会社の人事に連絡して今回の騒動になったんだって。今回のことをきっかけにパニコレ社でもそういったことに関する調査が始まり、マリナの今までの態度や発言が上にも報告されたんです。周りに人が大勢いる状況で取引先の社長を口説いたなんて恥ずかしい話もしっかり報告されていましたよ。それと私への執着ぶりもみんなが証言してくれたみたい。マリナを気に入っていた部長も問題発言が多かったことや部下の教育がなっていないということで降格処分を受けることになり、マリナも地方支所への左遷という処分を受けることに。まあマリナは結局耐えきれなくて会社を辞めていったんだけど、その後噂ではアパートの家賃も滞納して追い出され、
路頭に迷ってるって話よ。仕事で結果を出せばお給料はもらえるから生きていけるなんて大口を叩いていたけど、仕事ができるだけじゃ社会では生きていけないって証明されましたね。そういえば結局なんでパニコをライバル視してたんだろうね。性格は問題だったけど仕事はできる人だったんでしょ。それがね、人事の人が理由を聞いたみたいなんだけど。なんだって？私が入社式で同期のまとめ役に指名されてたのが気に食わなかったのがきっかけらしいのよ。は？それだけ？うちの会社って筆記試験があったんだけど、その点数と面接の印象でまとめ役が指名されてたみたいでね。マリナはかなり筆記に自信があって、私よりも点数が良かったのに選ばれなかったんだって。だから私がコネで入ったと思ってたらしくて。なるほどね。それは面接官の目が正しかったってことじゃん。何はともあれ、うちの会社で横暴な態度をとっていた2人が一気に処分され、会社の雰囲気は一段と良くなったので働きやすくなって良かったといったところでしょうか。私は今どうしてるかって？実はね。いらっしゃい、久しぶり。美里さん、こんにちは。産後で大変なのにお邪魔しちゃってすみません。はじめまして、パニコの婚約者のゆうまです。わ、話は聞いてるよ。婚約おめでとう。さ、上がって上がって。赤ちゃんが生まれた美里さんの家に出産祝いと婚約報告をしにやってきたところです。騒動の後、会社でゆうまくんとの関係が話題に上がったこともあり、公の関係になったんです。もともとプロポーズをしてくれる予定もあったようで、プロポーズをされ、秋には籍を入れることが決まりました。仕事も恋愛も順調なので、この平和な日常が壊れないように頑張っていきたいと思います。私も近い将来、美里さんみたいな素敵なママになれるかな。楽しみなことがいっぱいですね。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。